どうもお疲れ様です。今回もですね FX の添削まとめをいただきましてありがとうございます。で、私よくね初心者とかまだちょっと準備が整ってない方のエントリーポイント、それから中級者のエントリーポイント、上級者とかリスクの取れる方のエントリーポイントって大体大きく3つに分けて解説することがあると思うんですよ。例えば N 字波動の時ですよね。 N 字の波動の時っていうのは、まあ要するに N で一旦角ができてネックラインができますよね。で、ネックラインから下がってきたその押し目の下がりっぱなのところで入れる人っていうのは結構度胸がある人、資金がある人、リスクの取れる人なんで上級者なんですよ。でもここで入れると利幅っていうのは大きく期待できるんですよね。で、中級者の方はネックラインを超える前に動き出して上昇したところでエントリーすること。もちろん上昇したからといってそのまま上昇が続くんじゃなくて、またねもう一個折れるかもしれない。要するに下りトレンドになるかもしれないんですよ。だから中級者のこともある程度リスクを取っていきます。で、上級者でも中級者でもない方ってのはネックラインを超えたのを確認して入るってことなんですよね。これが一番安全なんですよ。なんせネックラインを超えたってことは解放されてますから上にドーンと突き抜ける可能性強いんですよ。ところがですね、このネックラインを超えて突き抜けた時っていうのは、根っこで入った上級者の、まあ上級者の方って結構資金が大きいですからね。この人が決済する可能性が高いんで、初心者の方とか、ネックラインを超えてから安全策で入る方っていうのは、利幅がちっちゃくなる可能性があるんですよね。まあこういうふうな形で、リスクを取れば取るほどリターンも大きく見込めるし、リスクを恐れればリターンはちょっとになります。でも、それぞれの力量に合わせたところで入るのが一番だと思いますので、自分にはまだ力量がないなと思ったら、とにかくねリスクを減らすことを一番に考えた方がいいです。うん、でリスクがたくさん取れる方っていうのは、そのリスクをまあね受けることになっても再復活がすぐできるからこそそのリスクを取るわけなんですよ。でもまだ資金のない方とか精神力がまだ整ってない方がね、いきなり10のリスクを負ってしまうと、もう一発退場ってことになるかもしれません。でも資金力があったりとか技術があったりとかね、精神力のある方って50のリスクでももう一回チャレンジしてくれるんですよ。そういう形でね、自分の立ち位置に合ったエントリーポイントを見極めていただければと思います。だからね、個別具体的にね、あなたはここですよとかってね、本当に細かいコンサルならねできないことはないんですけども、まあ一斉に配信する私のようなスタイルね、そんなにね何百人も何千人もいるわけじゃないんですけども、でももう5人とか10人に対して一斉に発信する時点で、それぞれの個々の状況に合わせていくことが難しくなりますんで、だからやっぱりこうね、もん切り型になっていくところはどうしても否めないです。私としてはね、やっぱりこう3つぐらいの段階に分けて、それぞれの皆さんの状況に合わせてやってくださいねってお勧めすることが、まあ今のところは限度かなと思ってますね。はい、まあでもね、本当はまだまだまだなんですかね、FX で安定した利益をね、毎月毎月取ってるわけではないんだったら、自分のことは初心者と思いながら安全策でエントリーしてもらいたいと思います。でも初心者だからといってね、本当に初心者になっちゃダメですよ。初心者で入れるのは最初の1日だけですから、もう常に自分はプロなんだという意識も同時に持っていただきたいと思います。なんか変な言い方になりますけどもね、意識はプロだけども謙虚にエントリーポイントはまあ本当に、じっくりと踏み固めていくって感じですかね。はい、じゃあ今回以上でございます。ありがとうございました。